モンゴル時代の河北東下領。栄平路は右上に位置する。栄平路は中国にかつて存在した道。モンゴル帝国及び大元ウルスの時代に、現在の河北省路竜県一帯に設置された。救命を平らと言い、駅トロと共に、チンギスカンの末程テ,テムゲオッチギンを始祖とする、オッチギン王家の東下領であった。東大の兵衆、領大の路竜軍。 近代の公平軍を前身とする。チンギスカンによる最初の緊張遠征の際、チンギスカンの弟たちと国王、ムカリラの率いる左翼軍は両党、両政地方から南下して三島半島一帯を攻略し、後の永平路一帯もモンゴル帝国の勢力下に入った。緊張遠征が成功裏に終わると、チンギスカンは敗下の将を、 諸将にそれぞれが攻略を担当した地域を領地として与えており、この時永平路一帯も、オッチ銀家の領地とされたとみられる。1215年には、公平府と名を改められた。1236年、第二代皇帝王語では、チンギス艦時代の領土の分配を追認する形で、河北のモディを、昭王、君神に分配したが、後に永平路に属する、平州。 州は、テムゲオッチギンの投下領とされた。さらに1260年に、クビライが即位すると、公平府は道に昇格となった上、平州、州に由来する平寺に名を改められた。1287年に、テムゲオッチギンの末裔であるナヤンが反乱を起こした。歳、ナヤンが管轄するエキトロ、平寺のダルガチを罷免したとする記録があり、国初以来変わらず、エキトロ、 平イが、オッチミンを王家の投下領であったことが確認される。1300年に水害を理由として平イは、英平路と改名され、以後この名で知られるようになった。英平路には6字市、6県、1州が設置されていた。原始末期に体操本に、8年秋月御事の李新、シ民庫、笹具大号闘目、中原諸州民庫分。 玉物もを、奇跡、末路だ、末人長尾、平ら、衆、原始巻14清祖本義11、資源24年秋7月期中、マカリムカの顔書書駅と、平ら、なりふかんかか文地たちロハナ赤か、および勝治おさむあいじ災難文地書書館松田2010、55ページ、原始巻58シリング十1リシ一永平寺、下、東平州、両多めろ流軍、 金ため、公平軍。元大素十年、改め公平府。中東元年、マス平寺、お化そ官府、雪六寺市。大徳四年、伊水寛海栄平路。都一万三千五百十九、口三万五千三百、漁師一、県四、週一、終了二県、厳島木五十八、シリング十チリ市一、栄平路六寺市。県四、路流下、一角。 千安、下。資源二年、小乳路流剣、あとまたおけ。なで安し、下。資源二年、読山とも小入り、小始む。三年またけ。四年、また読山とも入賞始む。七年またおけ、なお小小始じむ。宮り園。十一年、またおけ小始む末じむ。もっ続、週、む族本県正始む、下。 資源十一年、またおけ、なおなみみやまいりえん。つまびらかみ、なでやすしけん。週一、週、下。在路流再みなみ。金良よしとよ。馬上、いわき、楽亭四県。元資源二年、小よしとよ入り週。三年またおけ、先石上昇入り楽亭、その年、介入よしとよ。四年、馬上また小。両二県。よしとよ、下。一角。 資源二年賞入り集、三年またおけ、楽亭、下、元初かつておけんおけ、爆集、広廃、はい、また楽亭兼、礼集。ありがとうございます。